悟空、悟空じゃないか。生きてたのか。何があったか聞きに来たんだ。なんてことだ。ご飯も海王神様もベジータまでもやられちまったなんて。魔人ブーの強さは海王神様が恐れていた通り想像を絶するものだ。このまま放っておけば本当に間違いなく地球人は愚か、宇宙中の生物は全て消えてなくなる。でもよ悟空、お前が生きていてくれたのは不幸中の幸いだ。魔人ブーを倒せるのはお前だけだよ。はっきり言おう、無理だ。オラには倒せねえ。え？ベジータとオラとはほとんど実力に差がなかった。そのベジータが捨て身でやっても魔人ブーはへっちゃらだったんだろ。悪いが、どうやっても勝てねえ。そうか、そうだな。くそー、ベジータかご飯のどっちかだけでも生きてたらまだなんとかなったかもしれなかったのに。いや、大人数でかかってもおそらく無理だったろう。そういうレベルじゃなかった。いや、そうじゃなくてフュージョン使うんだ。え、なんだよそれ。フュージョン、融合ですね。メタモル星人の得意な術だ。知ってんか、デンデ。そうだ、あの世であったメタモル星人から教えてもらった術さ。力や体の大きさがかなり近い場合にだけできる合体技なんだ。つまり2人が一つに融合することでそれぞれではできねえようなすんげえ力を持つ新しい一人の人間になれるんだ。30分したら元に戻っちまうんだけは注意しねえといけねえんだけんどな。なるほど。ご飯かベジータ、どちらかでも生きていればお前とそのフュージョンをしてとてつもない戦士となり魔人ブーと戦えたわけだな。だが今は二人ともこの世にはいない。もしかして最悪の事態ってやつかな。中で寝ている二人、ゴテンとトラックスは力も大きさもほとんどそっくり。できないのかフュージョン。いいぞミスターポポ、その手だ、その手があった。ピッコロ、ギリギリまでオラがチビたちにフュージョンを教えるけんど、それだけじゃとても時間が足りねえ。あとはおめえが引き継いで修行してやってくれねえか。よし、わかった。いいぞいいぞ、希望が出てきた。あのチビたちならやれるかもしんねえぞ。ただしトランクスとゴテンがフュージョンとやらを完成させるまでかなり時間がかかりそうだ。それまでには相当な数の人間が魔人ブーの犠牲になるだろう。もしかしたら絶滅、いや地球そのものが消滅させられるかもしれん。これは賭けだ。耐えねばならんぞ。もし絶滅させられてもおめえたちとドラゴンボールさえあれば元に戻ることもできる。なんだ、急に暗くなったぞ。これはシェンロンが出るんか。なんでドラゴンボールを集めて持っていたのはブルマさんだろ。まだ事情は知らないはずだ。何のためにシェンロンを。そうか、ベジータは武道会場でたくさんの人たちを殺した。それを生き返らせようとしてるんだ。まずいですよ。今3つの願いを叶えてしまうと今度は1年後にしか。すぐに行って止めてくる。悟空が推測した通り、ブルマたちはドラゴンボールを使ってベジータが殺した人々を生き返らせようとしていた。すでにその願いは叶えてしまっていたが、悟空が割って入り
残り2つの願いを叶える前に何とか止めることができた。シェンロンは消え、次にドラゴンボールが復活するのは4ヶ月後。何が起きているのか分からず不安なブルマたちを避難させるため、悟空はみんなを神様の神殿に連れて行くのだった。そしてここにドラゴンボールの願いで生き返った者がいた。私は確かダーブラに殺されたはず。生き返ったのか。信じられん。海王神様、一体何が。ほう、よし、生きておられる。海王神様、海王神様、よかった、間に合ったぞ。キビト、どういうことだ。お前は確かに死んだはずです。しかもバラバラになって。はい、私も一体どうやって生き返ったのか不思議で。そうだ、キビト、急ぎなさい。ゴハンさんも危ない。絶対に孫ゴハンさんを死なせてはいけません。海王神様と同じく危ないところでしたな。よかった。キビト、ゴハンさんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。まさか人間を海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか。そうですよ。さあ急ぎましょう。死んでしまいますよ。はい、開会。海王神界、つまり私の世界です。海王神様の。本来この海王神界は人間がおろか神や海王ですら来れない聖域なのだぞ。お宅は確か死んだはずじゃ。生き返れるんですか。いや、そうではない。私にもよくわからないが、なぜか生き返ったのだ。なんで僕をここへ。Z ソードを使って魔人ブーを倒してほしいのです。ゴハンさんならきっとあの剣を使えるはずです。Z ソード。お気は確かですか、海王神様。人間などにあの Z ソードが使えるわけありますまい。この私は愚か、何人もの海王神様でも全くどうにもならなかったあの伝説の剣を。キビトは死んでいたから知らないのです。このゴハンさんの信じられないほどのとてつもない力を。とにかく試しに行ってみましょう。ついてきてください。その服装、この聖域にはふさわしくないな。せっかくの新しい服だけど、キビトさんとペアルックみたいで恥ずかしいな。Z ソード。この剣が Z ソードです。はあ、引き抜いてください。私の知る限りこの剣を抜くことのできた者は誰もいません。引き抜くんですか。なんか昔話でこういうのあったな。この Z ソードっての抜くことができたらどうなるんですか。
凄まじいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブウオもしのぐほどの。本当ですか？すっごくよく切れるってことかな。おっかなそう。心配するな、お前には抜けん。キビト、黙って見ていてごらんなさい。さあ、ごはんさん、やってみてください。はあ、よし。ダメだ、びくともしない。よし、よし、よし。スーパーサイヤ人か。まあ同じことだと思うがな。無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったものが、なんで人間に抜くことができよう。ほら、やった。なんと。どうせ言わなきゃいけねえことだから言う。ゴテンとトランクスは無事だが、ゴハンとベジータは魔人ブーに殺された。ジジジ、ベジータが、そんな。僕の声が聞こえるかな、地球の諸君。今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビディという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。見えるか、お前も。どうなってんだ。実は今日不愉快な目に遭っちゃってさ、ある三人のバカたちを探してるんだよ。こいつとこいつとこいつ、この三人のバカが出てこないとどうなるか、これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ、始めろ魔人ブー。ほい。あの野郎、やりやがった。もう一度言うよ。この三匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。じゃあ情報待ってるよ。くそ、あの野郎。あいつらがベジータとゴハン君を殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ。おめえが死んじまったら誰がオラの代わりにトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ。殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。気にすんな。なるほど。
暇はねえぞ。悔しかったら新しい技を早く覚えて仇を撃て。分かったな。始めぞ。ピッコロもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの修行を始めぞ。地球人の諸君、たった今なかなかの情報が入ったよ。3匹の中の1匹トランクスとかいうガキは西の都にあるカプセルコーポレーションとかいう家に住んでいるらしいよ。これから行ってみようかな。そこにいるといいんだけどね。早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町が消えちゃうから。くそ、家にはおじいちゃんとおばあちゃんがいるんだぞ。ソン君、今の聞いた？パパもママも殺されちゃうわ。それに西の都も破壊されちゃう。大丈夫だ、ドラゴンボールで生き切れる。違うの、研究所が吹っ飛ばされちゃったら置いてきたドラゴンレーダーもパーよ。あのレーダー、特殊な部品が使ってあるからそこいらじゃできないのよ。つまり二度とシェンロンは呼び出せないってわけ。え、困ったな。よし、トランクス、大急ぎで家に行ってレーダー持ってきてくれ。魔人ブーとバビディはオラが一時食い止めておく。大丈夫、おじさん、すぐにやられちゃうんじゃない？まあ少しぐらいはなんとかなるさ。それより急げ、奴ら西の都に着いちまうぞ。急いで奴らのところへ行かねえと。どれくらい時間稼ぎできるか。よう。貴様は？ちょっと忠告しに来た。いいか、おめえの探してる3人は近いうちに絶対現れる。約束する。だからそれまで待て。余計な破壊や弱い者いじめはもうやめろ。なんで待つんだ？何か企んでいるのかな？ああ、おめえらを倒す特訓をしてんだ。僕たちを倒すって？そりゃ千年特訓したって無駄だぞ。そんなのを待ってやるもんか。すぐにここに連れてくるんだ。だろうな、そう言うと思ったぜ。じゃあオラもちょびっとだけ抵抗させてもらおうかな。へへへ、面白い。お前の恐ろしさをはっきり見せてやれ。おい、魔人ブー、何やってるんだ。さあやってしまえ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強えのにバビディの言いなりか。うるさい、余計なことを言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。なんだ、再び呪文で封じ込められたいか。俺を封じ込めたらお前あいつに殺されるぞ。こいつめ、いつの間にか余計な知恵をつけおって。でもあいつ倒してやる。良い子みたいで嫌いだもん。はあ、ちっ、しょうがねえな。けっけっけ、無駄だ無駄だ。
ベジータだってそれをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた、スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。何？これがスーパーサイヤ人の状態。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがさらにそれを超えた。これがスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れていねえんだ。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。少しでも時間を稼がねえか。戦いを楽しんで余裕たっぷりだな。よっはっよっ。動き出した。ドラゴンレーダーを見つけて西の都を離れ始めたな。おい、なぜ戻る。お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。そいつは光栄だが、オラには時間がねえんだ。悪いが蹴るぜ。
逃げられると思うなよ。倒してしまえ、魔人ブー。いいか、バビディ、てめえの探してる3人は2日後に現れる。だからそれまで何にもしねえで待っててくれ。強いのか、そいつら。けっけっけ、僕がそんな言葉に耳を貸すと思うのか。ちっ、惜しいな。せっかく魔人ブーには楽しい勝負になりそうなのによ。消えた。ほい、逃げちゃったじゃないか。お前がグズグズしてたからだぞ、薄寝ろ。探してこい、バビディ様。俺いいこと思いついた。な、何？いいこと？喋れないだろ？俺を封じ込める呪文も言えない。お前からいろいろ覚えた。もうお前に用はない。やっほー。さて、強いやつやってくるまで退屈だから、地球人全滅して遊んでよーっと。バビディがいなくなって魔人ブーは計算なしで破壊を楽しんでやる。どうした、ソン。さっきのスーパーサイヤ人3ってのな、使うエネルギーが大きすぎて一気にヘトヘトになっちまう。オラに残された時間はあんまりねえ。それまでに何としてでもチビ2人にフュージョンを完成してもらうしかないな。希望の星はあの2人だけだ。持ってきました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし、もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えるからよーく見て覚えてくれ。まず二人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。フュー、腕を反対にしながら二人が近づく。この時動かす足は3歩分だ。ジョン、手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ、こうして二人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。どうしよう、かっこ悪いぞ。うん、じゃあ次は分かりやすいようにピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。お、俺がか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。ふゆージョン、はっ。よし、さあやれ。ワン、ツー、ワン、ツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。うん、わかった。ピッコロ、あ
った頼んだ。ああ、悟空元気でな。っていうのも変だが元気でな。さようなら孫君。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったらよろしく言っといてやるさ。うん。あの、私、ご飯くんはまだ生きてると思うんです。そうだな、生きてるといいな。はい、ではここまでじゃ。行くぞ悟空。なんだごてん。わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早く言えよかったのによ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。よし悟空、あとは自分で行けるじゃろ。お、サンキューばあちゃん。ご飯はもう天国に行ってんかな。ん？これはご飯。そうだ、ご飯の木だ。なんで、あれ、どこだ。ここでも海王界でもね。行って、よし。一体どこなんだここは。いる、確かにご飯の気を感じっぞ。どこだ。近いぞ。お父さん、なんでおめえその格好。ありゃ、海王神様。それに死んじまったはずのなんとか女王さんも。お父さんこそなんでここへ。ああ、そうですか。魔人ブーはそんなに地球をめちゃくちゃに。それにしても、そいつがさっき話してた伝説の剣か。すんげえ切れ味なんだろうな。その Z ソードっちゅうの。そうだ、宇宙で一番硬いと言われる金属、カッチン鋼で試してみましょうよ。きっと豆腐みたいにスパスパ切れますよ、この Z ソードならね。いきますよ。
ちゃった。そんなゼットソードが、さ最強の剣が、ああ海王神様が勝てんで試してみろっちゅうから。だって手にしたものは世界一の力を持つことができると。へへ、違いますよ。だあれ、なんだあのじいちゃん。わしゃよ、おめえのよ、15代前のよ、海王神なんだな、これが。15代前の海王神様。昔わしの恐ろしい能力にビビった強くて悪いやつにあの剣に封じ込められてたんだな、これが。本当にそんなすげえ能力持ってそうなじいちゃんには見えねえよな。え、まあ、ふーんだ。だったらもう能力のことは教えてやらないよーだ。え？冗談だってば。せーん、もう知らんもんね。そのうち本物の女のおっぱいや尻触らしてやっからさ、教えてくれよ。本当か、本当だな。ああ、バッチリさ。やっぱ亀仙人のじっちゃんと同じタイプだ。そんでさ、その能力なら魔人ブーに勝てるんか。まあ絶対とは言えんがよ、いけると思うな。おーし、ごはん、オラも下界にはいけねえからさ、おめえブルマンに事情言って頼んでくれ。え、僕がブルマさんにそんなこと頼むんですか。尻やおっぱい触らせるだけで宇宙救えるんだぜ。宇宙は救えても僕がブルマさんに殺されそうだ。そんでその能力ってのはどんな能力なんだ。わしゃよ、隠された力をよ、限界以上に引き出すことができるんだな。聞いたことあるか、こんな能力。なんだよ、割とよく聞く能力じゃねえか。何を言うか、限界以上なんだぞ、以上。おい、あの剣を抜いたのはそこのお前だったよな。ちょっと来い。よし、そこに立って、あまり動いちゃいかんぞ。はい。では行くぞ、魔人ブーを倒してこい。ふん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 ふ
儀式に5時間、パワーアップに20時間だ。え？おら、ちょっと昼寝してくるわ。頑張れよ、ごはん。そんな。修行を開始してから1日余りの時間が過ぎようとしていた。よし、いいぞ。もうほとんど完璧だ。では、そろそろできるか試してみてもよかろう。よし、二人の気をピタリ同じにしろ。はい。いいぞ、始めろ。世界崩壊のカウントダウン、魔人ブーの凶悪変化。
んちゅう木の嵐じゃ。いや、やりよったわい、成功じゃ。よっ、よし、ひとまずはうまくいったぞ。30分後にはいよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ。へっへっへ、俺を甘く見てないか。魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ。貴様は魔人ブーの恐ろしさを何も分かっていない。まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう。高びいなやつだけど大丈夫か。たった1日余りの魔人ブーの攻撃で、この地球の人々や町はなんとすでに8割ほどもが消滅させられてしまっていた。ブーは人々を粘土に変えて自らの家を作り、そこを拠点に次々と気ままに町を壊滅させていく。この間、地球側もただ黙って見ていたわけではなく、一応軍隊も何度か出動したのであるが、やはり全く歯が立たず、ことごとく壊滅に瀕し、今はもうすでに無駄と知り、向かっていく者すらいなくなってしまった。だが残された人々は完全に絶望しているわけではなかった。救世主がまだ生き残っていることを知っていたからである。あのセルをも圧倒した世界一、いや宇宙一の戦士。そう、不敗神話を誇る最強の戦士ミスターサタンがついに動き始めたのである。あれが魔人ブーの家か。いるのかな魔人ブー。いないのかな。いないぜ。おじけづいたか魔人ブー。しょうがないな、いないんじゃな、戦えないもんな。帰るしかないか。カカ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 、ヤッホー。こんにちは。はじめまして。お前どんなお菓子になって食われたいか。いやちょっと お待ちください。私は家来になりに来たんですよ。お前俺の家来になりたいのか。それはもちろん。魔人ブー様に素敵なプレゼントがあるんですよ。ほら、高級チョコレートですよ。どうぞ。チョコか。高級ってなんだ。とっても値段がお高くて美味しいってことですよ。ドキドキ。食べたぞバカめ。そのチョコには猛毒がたっぷり入っているんだ。うまいな。え、人間のチョコよりうまいぞ。そうすか。お前面白いやつだな。家来にしてやる。え、どうもありがとうございます。いい気になるなよこのデブ。今に覚えてろ。ギッタギタにぶっ飛ばしてやるぜ。こうして魔人ブーのご機嫌を取りつつ、命を狙っては失敗を繰り返す魔人ブーとミスターサタンとの奇妙な生活が始まった。それから数日後。
お帰りなさいませ。まだ食事を作っている途中でして。どうしたんですか、その犬。こいつビビらない、逃げないのだ。なんでか聞いても言葉がわからない。お前わかるか。ああ、言葉はわかりませんけど、そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか。それで逃げないんですよ。ん？なんだそうか。怪我を治してやるからビビって逃げろ。あ、それ逃げろ。うん、なんだこいつ。逃げない。怪我治ったのに。あはは、そいつ喜んでるんですよ、助けてもらったから。ブーさん気に入られちゃったんですよ。こいつ好きなのか、俺のこと。そうですよ、好き好き。お前と一緒だ、お前も俺が好き。え、あ、そうです。ちょっと嬉しい。嬉しそうだな、こいつ。あの魔人ブー様、一つお聞きしてもいいですか。なんで人間を殺したり家を壊したりするんですか。そうやって遊ぶって言ってた、ビビディもバビディも。誰でしたっけそれ。俺を作った嫌な奴たち。そんな嫌な奴の言ったことを聞いちゃいけませんよ。ダメですよ、やっぱし殺したり壊したりしちゃ。お前はやっちゃいけないと思うか。まあ。じゃあやめた。え、もう誰も殺さないの。うん、どこも壊さない。うん、やったぞ。やっぱり俺は英雄だ。ここは坊ちゃん、この辺りですよ。魔人ブーの家が。なんだ、びくついているのか。どうってことないって言ってるだろう。第一、強盗に殺人に散々暴れ回ってきた後だろうが。それはそうですが、相手は魔人ですし。いいか、世界中の人間がブーに殺されてるんだ。俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とっとと行くぞ。なんでヒーローのミスター・サタンが魔人ブーと一緒にいるんですかね。ふん、そんなの知ったことか。まとめてぶっ殺してやるさ。俺たちが新しいヒーローだぜ。サタン。クソ、ブーは外したか。助かった。サンキュー。ギギギギ。え、どうかしたんですか。逃げろ。犬と遠くに死ぬぞ。
え、死ぬ？どういうことですか？早くしろ！はい！何なんだ？魔人ブーの強い怒りによって内に持っていた邪悪な部分が大きく膨れ上がり、もう一人の魔人ブーとなって飛び出した。つまり純粋悪の魔人ブーと無邪気な魔人ブーに分かれてしまったのである。元祖魔人ブーに勝ち目はなかった。分離した時、力の大半を悪の方に持っていかれたからである。チョコにしてやる。また変なのになった。どうなってるんだ。まだ覚えて。フュージョンの修行が大詰めとなった中、ピッコロとデンデは魔人ブーたちのこれまでのやり取りを見守っていた。なんてことだ。おい、どうしたんだピッコロ。気づかんか、魔人ブーの気の変化に。え、奴は変化してしまったぞ。バカな地球人のせいで純粋な悪となり、体もより戦闘向きなものとなって、しまった。今度の魔人ブーは俺たちの木を見つけられるぞ。出せ。出せ。一体何を出せというのだ。俺と戦うやつ出せ。戦うと約束したぞ。ここにいるはずだ。大きなパワーここにあることを分かった。確かにここにいる。だが今は眠っているんだ。お前との戦いに備えたな。起こせ。俺待つの嫌い。くそ、やむをえん。ドラゴンボールで必ず生き返らせる。残った人間たちよ、すまんが時間稼ぎをさせてくれ。そうだ、お前は地球人を皆殺しにするって言ってたじゃないか。まだ地球上には随分生き残っているぞ。戦うのはその後でもいいじゃないか。
殺した。 さあ戦うぞ。 戦うやつ出せ。 わかった。 だが今その選手は寝ている。 戦いの準備をする時間だけくれ。 嫌だ。 ミスターサタンの子供も待ってほしいと言っているぞ。 サタンと匂い似ている。よし待ってやる。でもちょっとだけだ。トランクスとゴテンを叩き起こして精神と時の部屋へ連れて行け。わずかな時間でもあそこなら数日分は修行できる。ああ。ゴテンたちが修行するためわずかな時間を何とか稼いでいたが、ついに魔人ブーはしびれを切らす。やむなくピッコロはゴテンたちが密かに修行をしている精神と時の部屋にブーを連れて行くのであった。ここだ。だらだら歩きやがって。なんとか時間を稼いだが、外の1分が中では6時間になる。1週間は信用できたはずだ。頼むぞ。じゃ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 ーん。待っていたぜ魔人ブー。ん、あれか。そうだ。頼む。奇跡を起こってくれ。行くぞ。オッケー。ビュー。ジャン。パンパカパーン。ゴテンクスだ。行くぜ。スーパーサイヤ人。おお。フュージョンの後でもスーパーサイヤ人になれるのか。
おい、大丈夫なのか？それとも他にも大技が？クックック、あるんだよな、とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおうかな。その方が盛り上がるし。ダメだ。もう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだ。この世の終わりだよ。貴様もこれまでだ、魔人ブー。貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。へえ。さあ俺たちを殺し、永遠にここで孤独に暮らすがいい。この何もない世界でな。お、俺の好きなお菓子は？ここにはない。もうなんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすっごい技があったのに。お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい嘘ってやつだよ。アホか。こんな時に何がかわいい嘘だ。あの家元に戻してよ、バカバカバカ。二度と戻せるか、バカ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 。そんなの嫌だ。あれ、ピッコロさん、あれは？そんな信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けやがった。しまった。消えた。何の音だったんだろう今のは。ラッキー。魔人ブー、ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。ダメだ、針の先ほどの穴も開かない。チェ、しょうがねえな、あれ使うか。なんだというのだ。ヒヒヒ、なんだと思う？じゃじゃーん。おい、何を？イエーイ！お前、それどうなっているんだ？どうなってるったって知らないよ。でもめちゃくちゃ強いんだぜ。なんて喋ってる場合じゃないんだよな。ちょっと変わったか？
騒ぎじゃないぜ。すっごいすっごいすっごい強くなってしまったのだ。貴様、ここにいた連中をどうした？へへ、ここだ。お、食べちまったのか。チョコにしてな。完全に怒った。あ、とどめを刺してやるぜ。体力的にどうかは知らんが、精神的に少し弱ってきている。ゲッヘッヘッヘッ、とどめだ。今度はもう元には戻れないぞ。バラバラになったのを火で完全に消してしまうからなのだ。あ、あれ、その頃、海王深海のご飯は潜在能力を限界以上に引き出す儀式を受け続けていた。そしてその傍らの悟空たちは老海王神の出した水晶玉によってゴテンクスの戦いを見守っていた。やべえ、戻っちまいやがった。じいちゃんの海王神様、早くしてくれ。チビたちのフュージョンがパワーダウンしちまった。本当ですか、お父さん。あれじゃ殺される。よし、じゃあ行ってええぞ。5分くらい前から完成しとるから。完成してる。なんでもっと早くに教えてくれなかったんですか。バカたり、ピンチになってから行った方がドラマチックじゃろうが。大変だ。だったら急がなきゃ。どうやったらその最強の戦士になれるんですか。なに、お前よくスーパーなんとかに変身するじゃろ。あの要領じゃ。
気合を込めればいい。スーパーサイヤ人の要領ですね。わかりました。はぁ、あ、すごいですよお父さん。本当だ、本当にすんげえや。早く地球へ、取り返しのつかないことになってしまいます。素晴らしい救世主を送るのは私に任せてください。すまねえなごはん、オラ行きたくてももう無理なんだ。見たかったな近くで。おめえがでっかくなったとこよ。お父さん、これでもごはんに会うことはね。おめえがあの世に来るまではな。頑張れ、魔人ブーをぶっ飛ばしてこい。はい。ではすまん、頼んだぞ。はい。キビトさん、お願いがあるんですが、この服変えてもらえませんか。お父さんと同じ服にしてほしいんです。ぜひお父さんの道着で戦いたい。なるほど、お安い御用だ。色は惑星ポポロにいるカエルの糞の色だったな。山吹色ですけど。うん、バッチリ、ありがとうございます。私は行く。遥か遠い海王深海で偉大なる戦士の勝利を願っておるぞ。さよなら、二人の海王神様にもよろしく。よし、行くか。Woo!